はいどうもモンゲーライダーでーす。今回はですね、岡山県全市町村グルメラリー第56弾ということでね、今回訪れる市町村は筑穂郡林間町です。はい、ということで筑穂郡林間町までやってきました。はい、ということでね、林間町の中心部 JR 林間駅まで来ました。ここはですね、瀬戸大橋線と宇野線が、走る駅でしてね、ご覧の通りホームもね、かなり広くてですね、でここにはですね、瀬戸大橋線のマリンライナーという快速も1時間に1本は止まるのでね、岡山のベッドタウン、そして倉敷のベッドタウンでもあります。そして駅の西側にはですね、こういった古い、蔵屋が並んでるんですけどもね、これが昔の林間の町を再現したものらしいですね。林間駅前のね、駅前広場にはですね、この歴史と文化の散歩道、不老の道と書かれた看板があるんですね。この林間駅を拠点にですね、林間町のこの周辺はですね、この林間の歴史をたどれるようになってるんですね。ですので、ちょっとこの不老の道というのを歩いてみたいと思います。ということでね、不老の道、まず一つ目に巡るのがこの龍神社という場所ですね。ここがですね、まず林間の歴史を語る上で大変重要な場所になります。はい、ということでこの龍神社にはですね、浮田堤起点の地というですね、石碑が立っております。この林間という地はですね、文字通り昔はここは島だったんですね。その昔、この岡山県南部というのはですね、吉備の穴海と呼ばれてまして、今の岡山市街地周辺まで海だったんですね。でそこに島々が浮かんでいた、その林間というのもそのうちの島の一つなんですね。でこの浮田堤というものなんですが、これはですね、岡山を支配した戦国大名浮田秀家、この浮田秀家がですね、干拓の事業を始めるんですね。でその干拓のために最初に築いた汐留堤防がこの場所だったというわけです。この龍神社の前にはですね、現在の岡山県道152号倉敷瀬能線が走ってるんですがね、この県道152号倉敷瀬能線がかつて浮田堤だったと言われております。ここに堤防が築かれていたんですね。その堤防が今県道になっているというわけです。ではですね、この林間がかつて島だったということでね、その島の名残が見える場所がありますので、ちょっと行ってみたいと思います。ではですね、林間公園という場所に来ました。ちょっとこれからですね、このちょっとした小高い丘を登っていきます。林間公園は綺麗に駐車場も整備されてますね。はい、ということでやってきました。ここが林間公園ですね。林間町民の憩いの場だとね、行っていい場所だとも思うんですがね。林間公園の中にですね、小島湾干拓の歴史というですね、ボードがあるんですが、ここにですね、かつての吉備の穴海時代の林間、こんな感じですよね、
完全離島だったわけですね。それが宇喜多秀家によって干拓の事業が始まっていくわけです。そしてどんどんと、まあ、干拓によって陸地化されていきまして、早島は陸続きの土地となって、現代ではこのような土地になっております。あそこに見えるのが常山ですね。以前灘崎長編でも紹介しました常山ですね。要するにこの辺り、今僕が見てるこの景色は、まあ、戦国以前はですね、瀬戸内海だったということですね。そもそもこの干拓事業というのがですね、なぜ始まったかと言いますと、そもそもはですね、中国山地のたたら製鉄が影響していると言われているんですね。そこで神田流しというのが行われます。大量の土砂がですね、あの岡山三大河川をね、流れてきましてですね、河口付近にですね、どんどんと堆積していったんですね。戦国頃になりますと、まあ、海だった場所がどんどんと干潟になっていったわけです。そこに目をつけたのが宇喜多秀家でして、宇喜多秀家はそこで干拓の事業を始めるために堤防を築くわけです。その干拓によってこの早島というのは陸続きになって、まあ、土地ができるわけですが、まあ、なぜ土地を作りたいかというと、そこで、まあ、農作物を生産したいからですよね。ただ最初の干拓した土地というのはですね、海水が混じっててうまくお米が作れなかったんですね。そこでこの早島という地はですね、米ではなくイグサ、この生産に力を入れていくわけです。このイグサというのはご存知、まあ、畳に使われる草ですよね。そのイグサによってこの早島という町は江戸時代隆盛を極めていくことになります。でまたこちらがですね、先ほど歩いていた倉敷瀬能線に戻ってきましたけどね、この倉敷瀬能線沿いをですね、歩くとその当時のイグサで栄えた早島の町というのが分かるようになっております。ということで歩いてくると見えてきましたのが、イカシの屋という建物になっているこの町屋ですね。寺山家に代表されるようにですね、江戸時代以降この早島というのはイグサ生産で、まあ、町がどんどんと発展していくわけですね。そしてこの宇喜多秀家が築いた宇喜多鼓、小島湾の汐留堤防なんですが、この汐留堤防もですね、早島がイグサ生産を始める頃にはですね、形を変えていきます。ここはですね、コンピラ往来としてね、活用されるようになるんですね。証拠にですね、こういった風に道しるべが残ってるんですね。コンピラ、そしてキビツと分かれておりますね。こういった道しるべも現在、今でも早島には残っております。先ほどのですね、道しるべは明治時代に作られたものらしいです。こちらにはもっと古い道しるべがありますね。ここになんとなく金という字が見えるので、多分コンピラって書いてるんでしょうね。これは江戸時代ぐらいの道しるべじゃないですかね。そしてこの道しるべの横にはですね、こういった風にですね、水路がここでせき止められているんですね。これはですね、もともとここが船着き場だったという跡ですね。まあ、イグサ生産でですね、そのイグサをですね、大阪や倉敷に運ぶために運河が整備されたんですね。でその運河の名残が今もこうやって早島の町には残っています。まあ、こうして早島の町を歩くとですね、まあ、町の真ん中に用水路が張り巡らされてるんですね。まあ、よく言われるのが岡山は用水路が多いと言われるんですが、それはほぼ岡山の南部は干拓してできた土地だからなんですね。なので用水路が多い。たまたま今ね、こうやって歩いてる用水路なんかガードレールもありません。たまに岡山のローカルニュースでですね、用水路に落ちて、まあ、人が亡くなるというね、まあ、殺人用水路なんて言われますけど、それは、まあ、そういったところが理由になっております。
ここは弁財天皇跡という場所ですね。ここも川港の一つだったみたいですね。まあ、ここがコンピラ往来だったということで、ここから四国に行く船がたくさん出ていたということですね。要するに早島というのはかつて四国の玄関口だったということになります。そしてこの弁財天皇跡がある神社にはですね、こういった風にたくさんの巨大な岩があるんですが、これはかつて早島がまだ島だった時の波打ち際、そこにあった岩石たちらしいですね。なのでここら辺が海だったということがこれを見ると分かるようになっております。はい、ということでね、この早島の歴史をめぐる不老の道、最後はですね、この鶴崎神社というところに行ってみたいと思います。まあ、この鶴崎神社というのは、まあ、早島の氏神様ですね。いわばこの早島の守り神、そういった立ち位置の神社でございます。そしてこの鶴崎神社のですね、東参道口にはこういった風に常夜灯が2つここに立っているんですが、これはですね、早島がかつて畳の生産で栄えていた時代、まあ、その当時はですね、早島表というですね、なんで全国にその早島の畳が知れ渡ってたみたいですね。でその時にですね、奉納されたのがこの常夜灯でして、当時の早島、大阪、江戸の畳問屋から奉納された、江戸までこの畳表を運んでいたので、その安全祈願のためにこの常夜灯が奉納されたと言われております。そしていぐさ生産で栄えてきたこの早島という町もですね、もういぐさの生産は行われていません。なぜかと言いますと、宅地化が進みましてですね、もういぐさを生産する農地がなくなってしまったんですね。早島は現代に入るとですね、岡山と倉敷のベッドタウン、岡山県下ではですね、最小の面積なんですが、人口密度でいうと最大の町になっております。それぐらい宅地化が進んだんですね。ただかつてコンピラ往来としてにぎわった早島、それは現在も変わっておりません。現在はですね、瀬戸大橋ができたことによって瀬戸中央道というのが開通しまして、早島インターチェンジ、これが現在の四国の玄関口となっております。なのでその役割は現在も変わっていません。で今回早島町で行くお店なんですが、この国道2号沿いにあるですね、鳴瀬屋さんというラーメン屋さんに行きたいと思います。まあこのお店はね、岡山のラーメン好きの人だったら知る人ぞ知るお店ですよね。まあ僕も以前にね、何度か行ったことありますがね、今回久々に行きたいと思います。はい、ということでもう見えてますね、あそこにあるのが鳴瀬屋さんですね。こちらが鳴瀬屋さんですね。ちょっと行ってみましょう。
ご飯おかわりください。ということでね、ナルセ屋さんでね、家系ラーメン食べてきましたけどね、美味しかったっすね。まあ何を隠そう、私家系ラーメンが本当大好物でしてね、まあよく家系ラーメンの店はね見つけ次第行くんですが、ナルセ屋さんも今回久しぶりに行きましたけどね、まあ美味しかったっすね。やっぱりあの味の濃いめのラーメンにね白飯、これが最高なんですよね。なので本当白飯を食べたくて家系ラーメンを食べに行ってるみたいなところがありますからね、それぐらい本当白ご飯とは合いますね。まあ本当にね、ナルセ屋さんはね、まあ岡山の家系ラーメンの元祖と言ってもいい存在ですんでね、まあとても人気店なんでね、まあ多少の街は必須だと思いますが、まだ行ったことない人はぜひ行ってみてください。ということでグルメラリー早島長編は以上になります。次回岡山県全市町村グルメラリーは相田郡東粟倉村です。次回もよろしくお願いします。それでは今回も最後までご視聴ありがとうございました。